リガニ、タリガニを料理していこうと思います。柔らかな、これはいい感じでグツグツ煮込んでます。めっちゃ良いお色になっております。ハサミでね、ちょくちょく切る。じゃん。はい、まずはなんかこのふんどし、ここを切り取るそうです。お、おお、切り取れた。すげえ簡単に取れたよ。外れた。おー、外れました。もう食べれなそうなところをとりあえず取っていっちゃう。よいしょ。さて、この中にいろいろ具材入れていくよ。結構入れちゃうぞ。えのきだけ。からちょっとざく切り、長ネギ3、ブナシュン1で、もやしを大量に入れます。次にガラエビ、そして、完成した上にちょっと冷凍ですが、刻みのり、刻みのりをかけます。よっと、日本酒を少々入れます。完成。じゃじゃん、うまそう。